今まで喧嘩してきても本気で相手を殴ったことがなくて、会員で人を喧嘩するときはいつも筆で殴ってたんですけど、やっと人前で自分の力を解放できる場所は与えていただけたんで、楽しんでいきたいなと思っっててます顔面の骨折ってあげようと思ってます。